Thank you for joining us here today. We'll be taking some questions now. Thank you for joining us here today, guys. That's all we have time for. クラブが今日の試合に勝利し、かつ他の試合の結果によっては突破が決まります。勝利をつかむのはどちらなのか、EATV でご覧ください。サッカーファンの皆さん、こんばんは。サッカー中継の時間がやってきました。この試合への期待の大きさが、スタジアムのサポーターからもひしひしと伝わってきています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。今日はどんな素晴らしいプレーが見られるでしょうか。見逃せないこの一戦、そうそう見られない試合になりそうですね。アウェイチームはこの試合の結果次第でノックアウトラウンド進出が決まるので、万全を期してこの試合に臨んでいるでしょうね。アウェイの重圧に打ち勝って次のラウンドに進出できるのか、最後まで見逃せない試合展開になりそうです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。福西さん、442のフォーメーションでしょうか。はい、選手同士の連携が重要です。ディフェンスはゾーン戦術、オフェンスはサイドを中心に組み立ててくるでしょう。ジュニアズの先発メンバーです。攻撃的な 4-4-2 ですね。4人のディフェンスラインの前にアンカーを置くシステムです。前半のキックオフです。ナイスタックル、ボールを取り返しました。アダム、さあボールを取り返した。ここしばらく中盤で攻守が入れ替わる場面が続いていますね。味方の選手が寄ってきました。切り込んでいく、シュートだ。シュートを許しません。ショートコーナーですね。狙ってましたか。カットします。アダム、パティ、
アダム、細かくパスをつないでいます。どこから攻めるでしょうか。ロブパスで裏を狙います。つながればチャンス。ボールポゼッションは相手チームに。ボールが前に運ばれてきました。さあどうする。ディフェンスをかわした。絶好のチャンス。勝ち越せるのか。見事なセーブでゴールを死守。このままいけるか。シュートはキーパーの正面。これは読んでいたんでしょうか。さあ前に攻め込んできました。仕掛けていきます。中にいいクロスが入ります。このヘディングは枠に行きません。自陣内でプレッシャーにさらされています。これはナイスインターセプト。しばらくの間ホームチームがボールを支配していますね。この流れを断ち切られる前に勝ち越しゴールを決めておきたいでしょうね。走り込んだ味方に合わせました。素晴らしいシュートでしたが残念ながら枠に当たりました。無理に厳しいコースを狙わなくてもよかったかもしれません。アダム、これはナイスタックル。ボールを取り返しました。スローインからゲームは再開です。このシュートはブロックされました。このパスを生かせるか。ここはキーパーが見事に対応。このパスはわずかに味方と合いません。相手のスローインになります。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。パスは通さない。フォックス、ロバーツ、さあ味方も連動して動いてくる。攻撃から頭枠を捉えられません。アディショナルタイムが1分増やされましたね。ハーフタイムです。このチームですが現在行われている試合の結果次第ではノックアウトラウンドへの進出が確定する可能性があります。はい、あと一歩まで迫っていますね。ただこのままでは嬉しい知らせは次節以降へと持ち越しになるでしょう。まあ監督も今日決めることにそこまでこだわってないでしょうし。さあ後半キックオフです。
ソックス。ロバーツ、ここからポゼッションは相手チームに。試合前にニュースがありましたが、チェルシーが選手を獲得しました。はい、この補強は大きいですよ。今後が楽しみです。ソックス、さあ敵陣へと攻め込んできました。仕掛けていくんでしょうか。グラス、得点のチャンス、入った、先制です。チームは試合の流れをつかみ、ここでしっかり得点に結びつけました。ディフェンダーのプレッシャーがかかる中、よく決めましたね。フィジカルとメンタルが強くないとできないプレーです。ここから試合が慌ただしくなってまいります。エブラ、アダム、パティ、試合終了まで残り時間は30分です。パティ、これは見事なパスカットです。ロバーツ、ガスリー、ここにどうやら選手交代のようです。ボールをカット、このボールはタッチを割ります。スローインです。フレッシュな選手の投入です。残り時間は20分です。アダム、そう簡単には通しません。ロバーツ、打てるか、ここはクリアでしのぎます。いいタックルです。危険な位置です。緊張感が増してきます。ここでボールを取り返しました。
ファティ。残り時間は5分を切りました。両チームの点差はわずか1点です。ジュニアズボールを奪われました。自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そうですね、みんなゴールへの期待が大きいですね。時間がない中、これが最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。ボックス内へ入れてきます。相手のキーパーにキャッチされました。少しキーパーに近かったようです。第1節はここまで。アウェーチームはこのラウンドの初戦に敗北を喫しました。初戦とはいえ勝ちと負けでは運命の差ですから、この結果は厳しいです。とにかくこれ以上は負けられないので、次節でなんとか勢いを取り戻してほしいですね。それでは注目の選手のプレーを振り返ってみましょう。福西さん、周りを十分納得させるだけのものがありましたね。あの勝ち越しゴールは見事でしたね。おかげでチームは優位に試合を進められました。今日の勝利にかなり貢献したと思います。